でまあ我々が担いでいるクラウドなんですけれどもえまあいろんなクラウドシステムを見てきましたがまああのかなりあのえとまあ今でもあのナンバーワンと言われているんですけれどもやはり2002年ちょうど20年間前ですけれども20年前なんですけれどもえまあクラウドベースにした初めてベースにしたシアルミヤンピー、ER、のシステムネットツイート がリリースされましたで今、まあうん、と契約数で言いますと3万2,000社以上がまあ全世界で使っていますけれども、まあ、あの法人で考えますともう5万社以上と言われていますので、えっとまあ、概念はこれからご説明いたしますけれども、まあ、その1つの大きなデータベースの中にできるだけ多くのアプリケーションが多くの機能を集約されていますそうするとその連携とかが非常に簡単になります。 で、あとセルフカスタマイズ。できるだけそのローコードとかノーコードのエンジンがついてますので、それをベースに業務を変更ができます。で、えっと、まあ、熱いたんですけれども、そうですね、あの申し上げたように、 一般的な会社にはいくつかのシステムが同時に存在していますけれども例えばその e コマースとかあと在庫管理のシステムだったりとか会計システムあと CRM 系とかがありますけれどもそれぞれのシステムが応用しないといけないですしそれぞれのコンプライアンスのルールを決めたりとかあとシステムの間のデータもそうですね連携 しないといけないいいとけでですのでそれは大体エクセルファイルがあのメールで飛んでたりとかそうするとそのどれが最新えとこのデータはどこから来てるあとエクセルが壊れている時もありますのでまああのテーマとミスが発生していますのでできるだけそれを今度1つのまあ大きなデータベースの中に大きなアプリケーションの中に集約していきますでその 主役されたアプリケーションの中に、まあ、あの会社あのどんな会社でもある程度の業務の8割9割がここに格納されますでまあ経理、販売、えー、発注などなどが、えー、そう管理はできます。かつ、一つのシステムの中に、えーまあ、複数の法人、複数の言語、複数の通貨、複数の、えーそうですね、税制対応ができますので、えー、そうですね、集まって、 データがどんどん集まってきてますし、えー、と各国での対応したデータが集まってきてそれをリアルタイムで本社側で見ることができます。でえっとまあじゃあこのバケージを選んだときにじゃあ他の他の選択肢に何があるかと言いますと。